え、始まりました。エクサイルのこと、オネスト TV。 ありがとうございます。どうですか、なんかね、ギリギリかなと思ってということでですね、はい、リゴさん、はい、少しずつソーシャルディスタンスを守りながらですね、うん、そうだね、出る機会が増えてきたということでですね、ここいらで、うん、カバンの中身紹介。おお、あ、普段使ってるやつをっていうのがあるっていうのを聞きました。あります、あります。俺ね、結構それ好き。あ、好きなの。見ちゃう、楽しい。結構人のカバンの中覗きたい。覗きたい。あ、そう、うん、俺はさ、本当に正直ね、うん、ない。人のカバンの中身にじゃあ興味あるかっつうと、ない。ないんだ。企画が崩壊する。どういう心理はね。あ、こういうの入れてんだとか、これ自分も欲しいなと思うものもあるし、あ、意外にこういうの入ってんだとか、楽しい。まあ、まあまあ需要がね、あるかどうかわかんない、うん、でも俺みたいに興味ないっていう人もいるかもしれないですけど、うん、何でもない私のカバンの中身をぜひ見ていただけたらと思います。イエイ。ということで、はい、ドン。私が使っている、うん、よく使ってる、はい、よく使わせてもらってます。これはですね、ニゴさんから誕生日の時にいただきました。オーダーメイドですね。ここのグラフィックをですね、うん、あの入れてるのはもうこのニゴさんオリジナルですね。じゃあまず、絶対的にこれは欠かせない。まず一発目、充電器。俺なんかわかんないですけど、やっぱ携帯めちゃめちゃいじってるんですよ。充電の減りがえげつないんですよ。このスマートフォンよりもでかくて重いっていう充電器を使っている。しかも俺も使わせてもらうよね、ちょくちょく。いや、ちょこちょこお前も使うの。旅行先ね。そう、だから二口の買ってよ。移行用の二口だ。まあ、とにかく1日で2回ぐらいこう充電するから、やっぱりこれは必要ですよって言って、もう大容量のこのでかいやつ買いました。うん、あとですね、はい、こんな時期ですから、うん、このヒューマンメイドのお手拭き、うん、これめっちゃ可愛いですよ。可愛い見た目ね、うん、これはニゴさんからいただいたんですけども、うん、ヒューマンメイドのお手拭き、うーん、それに紐づいていくと、このこの中に除菌スプレーをでこう使ってるね。除菌してますよ。やってる。携帯とかにも拭きかけるといいって、携帯もあるらしいよ。へえ、そうだよね、うん、除菌してる。そう、とにかく自分の身の回りのものを除菌しまくる。えらい。これをあとね、マスクです。マスク、うん、このマスクはですね、あの村上隆さん、お花のマーク、はい、いただきまして、はい、海外ギャラリーさんから送っていただいたマスク、うん、これはあのだから使い捨てじゃなくて、ずっとあの洗っては使って。そうなんだ。はい、このマスクですね、うん、でこれはまあね、もちろん、お、愛してやまない漫画たちがこの中に入っていて、うんうん、この前の登場したね。この前ね、漫画キングの中身紹介やらせていただきましたけども、うん、ありがたいことにですね、漫画好きの方から割とこうコメントいただきまして、うん、あれはね、嬉しい。嬉しいよね、そういうのね。嬉しい。なんか、こっち側だったんだって言ってもらって。おお。どっち側だったんだ。どっち側ね。どこの線引きだったんだ。でもありがたいですよね。ね。あとはですね、香水。イソップ。うん、のマラケシュ、これはね塗るタイプなんですよ。ああ、なるほど。あのこれロールがついてて、でこれこうくる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 、へえ、あ、いい匂い。でこれは何がいいって、香りがあんまりこうなんていうかな、うん、あの強すぎない、濃くないから、濃くない、甘ったるくないし、でしょ、うん、夏っぽいね。夏っぽいでしょ、スッとして。そうなんです。ほら、いいじゃん、やっぱカバンの中身見るとこういうの。まだピンときてない。ピンときてないよ。で最近は、はい、ボトルでですね、これにアイスコーヒーを入れて持ち歩いてですね、作ってるね。俺はもうこの自粛期間中、何キロの豆を焙煎したか。お、焙煎マンって呼んでくれ。っていうぐらい焙煎してます。おもうね、それで最近、まあ、あのコーヒーのアイスコーヒーのうまい入れ方もいろいろ研究してですね、うん、で自分なりにちょっとそれを編み出したんで、うん、需要はあるか分かんないですけど、みんなにね、美味しいコーヒーの入れ方とかを見せたいね。わー、いいねそれ。で最近俺はこれに、アイスコーヒーも入れてんだけど、うん、レモネードの素入れてレモンアイスコーヒーを作ったりしました。これ
で、それに合わせるのがこちら私が安定に愛してやまないプロテインバーでございます。出ました。はい、カプチーノキャラメル味。甘いけどもちゃんとこうタンパク質が入ってるから、うんうん、罪悪感がない。で、お財布でしょ。はい、お財布。これはね、ゴヤールのちっちゃい財布、ね、ちっちゃい財布。でもコインも入るんですね。そうですね、ポケット入るのがいいじゃない、うん、やっぱりたまに領収書でパンパンになっちゃう時あるよね旅行の途中とかで俺の財布事情そう、やっぱりね、この容量が少ないんだよ、うん、小さいのが見るんだよ。どっちを取るかなんだよね。その時は俺はもうだ、ここに直で領収書持ちるんだよ今日入ってないよねあと、パスケースっていうんですか、うん、これですね、実は自分がツアーグッズで出させてもらって、で、これニゴさんと一緒に作らせていただいたパスケースです、うん、ここネストボール、カラビナがくっついてて、これピッシュッつってピッピッて、ここにあのオネストデリの出ました。俺これ好きなんだ。ガールズドットくらいのハートでつけて、エアーショック MacBook Air、 MacBook Air、 はい、それ MacBook Pro ですね。そして MacBook Pro です。 Pro です。なんで分かった。四角が薄くなるの。 MacBook Air 使い慣れてない感じがするんだなっていうのは、なんでかって言いますとですね、はい、私今ちょっと絶賛イラストレーター勉強中です。おー、セブン の、うん、あの T シャツとかのグラフィックを、うん、こうそのどこに配置するとか、うん、この色をここにこう持ってこようとかっていうのはやってるんですけども、うん、まあ苦戦してます。俺はだからこれをこう颯爽と思って、でかい絵を持って、で、なんかスタバのあのカウンターででこう音楽聴きながらこうガタ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 、おー、いい仕事してるかいよで、はい、続きましてリップクリームが2本入ってました別にこれはあのわざとじゃないです俺はね、このリップクリームすぐなくしちゃうんですよ、うん、あ、なくなったっていうの多分人生で1回もないかもしれない。ある？確かに使い切る前になくしてるかもしれない。絶対そうじゃん。そうだね。これリップクリーム使ってる人何パーぐらいなんだろうね。最後のこのあと目薬も。目薬なくすね。目薬なくす。目薬ってそんなに毎日使うもんじゃないけどさ、使いたい時の使いたい度がすごいわけじゃん、ね、でその時買うでしょ、うん、そうすると次の日そこまで使いたい度が少ないわけじゃん、うん、あれなくすよ。なくす。あ、なくなった。ない、そんなの。どうでもいい話だこれ俺最近マジでハマっているもので、うん、はい、広角レンズですかね。はいはい。これね、最近結構持ち歩いてます。何を隠そう、あれじゃない、この前のさ。そう、この前の東京ドリフトの動画の時に郁夫が出てきたじゃんみんなちょっと見てほしいんですけど、こんな感じか、うん、はい、今私のこれがこういう状況になります、うん、そうするとですね、うん、はい、こうなってます。よくない？ちょっとおしゃれになるというか面白い。面白い。そう、まあ、動画も写真も、うん、撮るのに結構適しているんですよね、うん、あとね、最近マジで湿気がすごい、うん、もうこっからの時期俺も超汗っかきだから、うん、タオルが手放せない、うん、セブン社の、これはセブンの、うん、はい、迷彩タオルなんですけど、うん、カラビナがついてるんですね。あ、まあ、今年はちょっと難しいかもしれないですけど、なんかフェスとかさ、うんうんうん、行く時にさ、タオルを首にかけるのもいいけど、ここにこう確かに垂らして、もうこのままこうですよ。確かに確かに。俺の代謝やばいの知ってるじゃん。うん、なんだよ、冷たいの。汗かきエピソード4つくらい出してくれ。汗かきエピソードなんかないかなと思ったんだけど。ないよね。これはちょっと暴露話になっちゃうかもしれないけど。はい。じゃあ、なんかね、一個さんとナオスさん付き合ってるんですよ。なんか常にいますよね、とか。うん、なんでなんでみたいな感じにコメントでなってるんですけど。はいはい。もう住んでんのとかあるよね。住んでたんだよ、ね。住んでたんだよね。そうなんだよ。ルームシェアみたいな感じしてたんだよ。うん。2年ぐらいしたよ。した。まああれはなかなか楽しい生活ですよ。楽しい日々だね。だから行こうはこれまで、これぐらい俺のなんていうんですか、生活習慣とかも、うん、全部知ってるんですよ、うん。これがね、秘密だったんだよね。そういうことだね。大事実発覚ってわけではないんですよ。ヤフーニュースに上がんない？上がるか？上がるのか。芸能のところに上がらない。芸能のところ？ナオトと行こう同棲していた。どんだけニュースがないんだ平和ってことだよね。平和ってことだね。うん、
あとはあの私の一番の味方ロキソニンテープでございます。はい、あとはもう後半よ。おお、ライカ。はい、こちらも本当にニゴさんから3年前ぐらいの誕生日にいただきまして、うん、僕がこれライカデビューだったんですけど、まあやっぱりねいい写真が撮れますよ。うん、もう伊久さんも旅で一緒に行ったりとかしてる時、うん、相当このライカ使って、うん、やっぱ色が綺麗だよね。ね、ライカインスタに上げてるのとかもこれで撮ってる。結構あのインスタでもこのカメラで撮って、うんうん、映像もいいんだよね。だから一回ちょっとそのライカで全部撮った映像とか上げてみたいよ。うわあ、うん、ちょっと面白そうだよね。面白いと思う。うん、あとは最後、俺が最近ハマってるパン屋のパンを。え？何？小腹すくラップに巻いて食べかけ食べかけだよ。どういうこと？どうなってんの？一回の食事で一種類だけで、うん、そのお腹いっぱいにするのもったいないなってから、2個あったら半分にして、うんうん、あ、これ味か、うん、これね、あ、でもパンの店 言わない方がいいか。これどうなんだ。めちゃめちゃ掘ってある程度揃ったら、うん、あ、いいね、うん、パン屋を買ってる。パン屋を買ってる。あとそれも撮りたいね。んパン屋に巡るとき。そうね、朝パン巡りのやつ撮りたい。そう ね。あとは BOSE のイヤホンです。はい、これコンフォート30ってやつかな、うん、はい、イヤホンは絶対この首からかけるパターンが一番好きです。うん、100% なくすから、うん、もうこっから離れないでほしい。うん、もうむしろもう体にくっついてほしい。もうだからそれはそれで支障が出る。以上、お、私のカバンの中身紹介でした。うん、結構面白かった。やっぱ本当か。うん、心の底から言ってるか。心の底から言ってるよね。魂の声か。疑心暗鬼になるんじゃない。魂の声か。いや、そうね。はい、でもなんか、うん、普段の自分のこうプライベートというか、うんうんうん、ライフスタイル垣間見せれたかなと思いますね。はい、はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。うん、以上、オネスト TV エグザイルナオトでした。カバンの中身紹介でした。イエイ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 。なんでだろうね。